いや、みんな、チャオッス、ウルです。それじゃあね、今回もミートピアやっていこうかなと思います。で、今回はね、このマヒルちゃん、このマヒルちゃんのね、依頼をこなしていこうかなと思います。いやー、マヒルちゃん、元気？砂漠一のセレブだったんだ。その情報初めてだったね。あら、嫌だわ。せっかくの旅行なのに、超魔王ですって。大魔王の悪魔を思い出しちゃうわー。あら、あなた、なんか今頭かかなかった俺。目とか鼻とかの宝石とか持ってないかな。いや、なんだその例え方。目とか鼻とかの宝石って言われたら、なんかそれ、とんでもねえあれだぞ。とんでもねえ変態に聞こえるんだよ。特にお前格好がな。格好のせいで余計に変態に聞こえるからやめとけ、そのセリフは。そういえば、ちょっと前に、不気味な宝石を手に入れたの。へぇ、あ、それじゃ持ってるんだね。それのことかしら？それかもー。いや、で、それしかないでしょうね。てか、よく見るとお前なんか筋肉すごいな。お前そのマッチ近くで見ると。でもごめんなさい。ゴミ野郎。何がセレブじゃ、お前。どこに捨てたんだよ。砂漠面積を行ってみる？お前もついてくんの？足に地下迷宮で武器の宝石を探してみたら？じゃあ引き受けます。これ簡単らしいからね。じゃあ行ってきます。じゃあ場所を教えてあげる。見つけたらタダであげるわ。あー、なるほどね。じゃあ、なんだ、ついてこないのか。じゃあそこまで行ってみよっか。にしてもこの馬すごい顔してんな。レベル21なんだ。さて、場所はどこだ？ピラミッドってわけではない。あ、あそこの中か。まあ、長くなりそうね、またこれは。またこれ分岐ある人っていうか、なんか銀色のなんか金ぴょんみたいになかった。銀ぴょんみたいなやつって、兵道もいるし、もうここら辺すごいな、もうなんか変態ルイージいるし、なんか、というかこれマリオ RPG であったよね。まあ、ルイージが、まあなんかピーチの変装するの。そんなの、てか、ちょっと前にこの戦ってみて、この銀色のなんか金ぴょんみたいなの。なんなんだろう。あ、なんだろうこいつ、何ぴょん？レアぴょん。あ、チンぴょんか。なんか、チンぴょんってなんか嫌だね。てか、俺マジで衝撃で備えてる。俺でさ、11ダメージ食らうの。こいつ相当な手だれだぞ。で、スキルレベル上がったね、花沢太郎。いいぞ、のくーんって来そうだね。さすが花沢。キモいな。で、そこら辺が、まさかパニシメントできるわけねえよな、そりゃ。やべえ、こいつ勝てえぞ。まあ、そうだよな。この二人手助けなんとか、いや、二人でも1ダメージ。まあ、こいつはレアぴょんだからあれだろうね。まあ、挟み撃ちして、あ、倒した。そんな耐久力はなかったね。なんだろうこいつ、何くれるんだ、経験値。勝てたね。はい、勝てましたね。あ、2000経験値もらった。ああ、ありがてえわ。ちょうど G とかレベル上げなかったからね。お、キュアウォール。素晴らしい。キュアウォールっていうなんかそんなキャラクターじゃなさそうだ。てか、じいちゃんもよく見た腹筋マッチョやんけ。お前マッチョ装備だったんかい。仲間全員を控え詰め HP を回復する魔法を覚えてるね。やったね、これで G! 前線に活躍できるようになったね、やっと。やっと前線に活躍できるヒーラーキャラになったね。いや、よかったよ。どこ行くねー。さて、これじゃあ下行ってみましょうか。レッツゴー。さて、これまた分岐あるタイプかな？アルカラ大陸かな？これは。なんか2箇所あるな、場所が。まあ、これとりあえず探し回ってみましょうか。行くよー。まあ、新しい敵がいない限りはモロチンカットしていきましょう。モロチンカットってなんか嫌だな。あ、こいつら見たことないやつか。シルバーグリフ。名前かっこいいな。そこら辺った G の行動。まさか鼻息？ G の鼻息だ。かっけえな、G の鼻息。G の鼻息はエクスプロージョン。いや、マジか。エクスプロージョン耐えるか。やるね。で、二段回転切り強し。手応え、いや、ベーコンさん9人やったけど、でも普通に敵も強し。敵強しって、これ本当にこれレベル簡単なんてか、お前こういう気がするな。86ダメージはすごいよ。いいですね。順調オブザイヤーですね。やったね。経験値1000か美味しいな。で、花沢にこれ経験値やろ。いろいろアップするんじゃないの？花沢なんか新しい技覚えるかな？覚えねえか。おっと、穴があったら掘りたいの精神があったですね。何か待ってる気がする。じゃあ掘りましょうか。掘ってみましょう。穴があったら掘りたいってなんか、何もなかった。9ダメージから結構これに食らうな。まあ、これ。お、何が出てるお金。ラッキー池崎。何 ?100? 安い。ダメージ900。まあ、900じゃない。ダメージ900も食らったら死んじまうよ。お、俺もレベルが上がったね。いいね。ただ新しい技覚えないからボーナス経験値もあって一番レベルの低い、まあ、花沢でしょうね。ありがとうーってつきそうだもんね。いいってことよー。いやね、もうこういうテンションで行くからね、俺はね、ダメなんだと思うよね。ダメではないな。まあ、とりあえずね、やっていきましょう。で、宝箱ゲット。あ、1500ゴールドありがてー。金がマジでありがたいよね。マジで今ミートピア俺金枯渇問題だからね、リアルの方でも金枯渇してるけどね。いや、そういうのは別にね、その情報誰も得しないんだわね。ごめんなさい。ちょうどぴったし10個あるからさ、これみんなに料理あげてみよっか、みんな久しぶりに。じゃあお任せる。どうよ、食えよ。端っこが見えねえ。誰が誰を食って、うわぁ、もうなんか、アビ共感だね、これこそ。でもいろいろ HP アップしてるわ。料理辛いになったわ。さすがにこんだけ人数いるともうアビ共感だね、ほんとに。ディオ。すごい、これからまだ空気満々じゃ周り満腹なのに、すっげえ暴飲暴食、さすが吸血鬼だね。
あー、本日も本日で1日1回ルーレットの時間、そう、最初で最後の1枚。見てよみんなこれ、こんな聖なる杖一択じゃんね。こんな外すバカ誰もいねえわ。じゃあ行ってきましょう。スタートー。これで外したらもう俺は運のなさをね、呪うよね。当たってもいいし、外れても美味しいっていうね、どっちもいいからね。いや、ちょっと待って、なんでだよ、おいふざけんなよ当たるだろこれはふざけんなよ。しかもこれ最後の1枚だったのに、なんで1秒まだだろ。まだ経験値がペア旅行券 B が良かったのに、一番最悪なの引いた。困るのいつもより早くなかったなんか。もう嫌い。さて、これ出てきました。ルートはどんな感じで広がる？わお。なるほど、大迷宮ですね。まあ、ここ、とりあえず行ってみよっか。一番近いここから。レッツゴートゥー。みんなパラリンピック見てる？いいよね。頑張ってるよね、ほんと。応援したくなっちゃう、ああいうの見ると。そして、ここに来て3択。G が決めていいよ。右じゃ。お前から見て。そうじゃ。わかった。さあ、パラリンピックね。金メダル取ってる人が多いよね、パラリン。てか、普通に頑張ってる、ほんとすごいと思うよね。目とか見えなくてさ、大変だよね。なのに、あんなできてるってほんと才能を感じるよね。ああいうとこそほんと褒められるべきなのにさ、なんでああいうのさ、お、なんだ、なんだ、急に話すな。うわ、なんだ、ポケットかじゃねえよ、なんだよ。ポケットが膨らんで、HP バナナだ、もういいよ。手紙一緒に入ってる、え、誰から手紙って、何それ。初めて見る演出なんだけど、うわ。花沢さんへ、HP バナナは甘いじゃない、甘えだ。食べなくても勝てる。一応入れておくけど、マジンやに、タバコより。いいやつじゃん。すげえこのなんか、すげえこの手紙臭そうだな。タバコ臭そう。なんか言えよ。パラリンピックって盛り、オリンピックって何で盛り上がるね。さすがやっぱ、自分のグラウンドだからやっぱみんなすごい調子がいいんだろうね。俺もね、もっとハプニング。俺もハプニング起きましたね、これは。おっと、みんなの近くが風邪ひいちゃったが、まあそんな格好でいれやな。風寝るときもその格好なんだ。てかお前前回も風邪ひいてなかった。じーっとなんで俺のその組は風邪に弱いんだろう。もしかしてインポスターお前、毒切り巻いてた？お前らレベル上がってるし、お前なんかやべえコンビだなぁ。てかお前らレベル2だったんかい、まだ。あとでデート券誘かないと裏でやる時間がいかんせなくてね。全然できてないから、レベル上げ前回が上がってないからね。ごめんなさい、ほんと。まあ、とりあえずやっていきましょう。お、下についたね。このびっくりマークがついたとか、これどうなんだろうね。ここだけで2個あるとは到底思えないけどね。おっと、いきなり穴を掘る演出。何か埋まってる気がする。宝石かな？ん？イリシピバナー1本ゲット。ああ。違った。ああ、じゃあもう一つの方なの？なんだよー、がっかりー。おっと、ここに来て2択のルート。上か下か。上を見るか。砂漠の道、上から見るか、下から見るかって感じが。じゃあ下からたまに見よっか。たまにはね、下から物を見ることも大事だからね。高いとこから見ることじゃなくて、周りで同じ目線に立ってね、立つことも大事だからね。上から見ましょう。MP アーム3個。上に行ったら死神説あったな、これ。危なかったかもしれん。今日の俺は冴えてるかもしれんな、感が。燃えてきたー！わかるぜ、そそるぜ、これは。また先駆出てきた。なんでまたお前ら喧嘩してんのかよ。じゃあ見学のムードこれ仲直りすぐしてくれよ。気をつけてよ。そっちこそ。お、ほむぞ。ん？なんでお前。ん？まあまあ、邪魔するな。邪魔するな！ああ、余計に火だね。花沢さんに騙し、そしてなぜか仲直り。なんでだよ。花沢だけが不憫すぎるよ。なんだ今の、ちょっと見たくなかったよ、今のできれば。悲しいよ。いよいよかな。え、裏切る気機嫌いいな。やばい、これ逆に、機嫌が良すぎて怖いぞ。どっちに進む？じゃあ今度は上から見ようか。上から見よう。まあさすがにそんな滅多なことないでしょ。死神が出てくることなんてね。今日の俺はフラグをね、クラッシュする勢いで言ってるからね。怪物が入ってたって。まあ死神ではないから平気でしょう。何も問題なかったわ。鼻人とかだったわ。じゃあ鼻人とかなんで、もうボコボコにしていきましょう。賞金備える。すごいな、シルバーグエリフだっけ？あいつ強いな。で、何これ？ハサミチ。おうおうおう。強いね、お前たちは。行くよ。ちょっと待って、ビッグエボどうなるのこれ、ビッグエボンで。あそこがでかくなるんだった。おお、すげえ、ちゃんと砲台の部分もでかくなる。シャレオツだね。ちゃんとそこがでかくなる。おい、G、よけろ。G、しかも G、物理。パニッシュメントが効かないから、もう物理で来てる。さすがだね。こいつはパニッシュメント効かないんだよね。レベル差があるからなのかな。レベル差があったらなんかパニッシュメント効きそうよね。余裕だった。本当に。まあ、ベーコさん1段目でも食らってねえからな。ここに来てから。すごくない？さて、出てきて、こんにちは。これで繋がるし、オッケーオッケー。これでまた穴掘りるのかな？と思ったら、これ3択なのかよ。これ上が正解だったんじゃないの？実は。左右はフェイクじゃないの？これ。絶対左右フェイクでしょ。宝石かな？これ宝石待ってたら驚きだよ。んでしょうね。じゃあ上行ってきます。違った。お、花沢がレベル16。いいね。お、ついにメガ経過。なるほどね。つまりこれあれ、メガライトニングがついにあれデインからギガデインにあたりになったってわけね。メガデインだね、まさしく。メガライトニング、魔法の雷撃的に大ダメージ与える。いいねー。つうか、これじいちゃんもなんか新しい技だ。でもじいちゃんは一回レベル前に覚えたか覚えねえだろうな。
さすがにね。で、ボーナスケーキじゃこれじいちゃんにちょっと足りないから覚えさせとこう。で、これみんな16なんだから次はインポスターをチームに加えていきたいね。インポスター次、宿屋ついたら連れてきます。おついに早速新しい技使ってきてくれたメガロライトリン。どんな威力してくんだろう、ちょっと見たいわ。って、強いよよよ強すぎよよーよー強すぎよー強すぎおお前強き俺が来てんのは厚木でも薄着の方がありがたいええー、なんだこのラップ。だってそうだね。じゃあじいちゃんと花沢ちょっと変えて、峰うち子とインポスターを連れて行きましょう。この二人で行きましょう。レッツゴー、さすがにボスはいないでしょ。これだってレベル簡単だぜ。次はさすがに厚木がやっぱそうだね。ここじゃあ当たりだ。よかったよかった。何か埋まってる気がする。宝石かな？ん？あ、来た！口の宝石、なんかすごいなんか口の方、なんかピクミン2のお宝でありごそう。ありそうだよね。でるてー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 。口紅。100ポコぐらいしそうだね。いや、わかんない人たちがわかんない。見つけたー！一人でダンスを追ってやがるぜ。真昼のお願いを叶えた。真昼別にお願いされてねえけどな。俺たちが勝手になんかお願いを受けてやってるだけで、真昼なんも別に得するようなことなかったけどね。これで超魔天狼の宝石3つ目。あと一つで扉が開く。いよいよもう最終局面近いな。そしたら超魔王をやっつけて、大金邪魔そう、助けるんだ。小学生の作文みたいな感想だったね。やるぞー、いいことだ、やる気があることは。インポスター連れてきた意味、正義人なかったら。いよいよ最後の依頼である、この馬ゴンの名前聞いてっか。スポーツ科学者馬。いや、馬ゴンがついてなかった。馬だったわ、ただの。うおほん。何かね。ロボット工学の権威の馬に用かね。あ、そうなんだ。宝石を知らないかな。いや、単刀直入だね。いいことだと思うよ、素直な気持ちは。目とか鼻とかの宝石なんだけど。なるほど、それは気味が悪いな。まったくだね。だが心当たりがあるぞ。よし、行こう、ついてきなさい。あ、お前も一緒に来てくれるんだ。クリーンな工場に不気味な宝石を探しに行くぞ。あ、はい、わかりました。工場ってか、雲の国かな。まあ、このままじゃ、良い返事だ。向こうは雲の国。まあ、向かうは雲の国。レッツゴー。テンション高くていいことだね。俺みたいな頭に触覚ついてるもんね。よく見ると、あ、急にアフロつけ出した、あいつ。さあ、雲の国行ってみましょう。はい、雲の国のどこなんだ？やっぱしんちゃんがいる方面か。ああ、しんちゃんはいるけど上でしょうね、これは多分。上のどこら辺にびっくりマークつくんだ。びっくりマークついてほしいんだけどね。とりあえずびっくりマークがつく方面までレッツゴー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 。なるほど、やっぱ上か。じゃあ1階まで行ってきまーす。まあ、なんか新しい敵がいたら残しときまーす。行くよー。おっと、なんか急にイベント、ヤギの背中揺れるなぁ。本物の馬いるけどね、チームに。でもバランス取りづらいおかげで、インナーマスター鍛えろ。それ以上鍛えてどうすんだ、お前。あいつ何目指そうとしてんだろう。おメカペンギンとなんか変なのいる。古びたロボットのロボペンギン、ロボギンじゃん。普通に可愛いな。峰内子頑張れ。おっと、発火薬。そっか。ヤギ、あれがマジで頼む代わりだもんね。ありがたい、デイブ助け合ってるね。うわぁ、これさ、キベ。うわぁ、ちょっと、すごい、なかなかね、ペン、俺でも106あるんだよ、防御力。これで10いくつかなるから、相当な硬さ、相当な攻撃力を持ってるね、こいつら。あ、でも普通に馬強い。いい汗かいた。なるほど、あいつの決め台詞、いい汗かいたのか。なるほど、二人の攻撃でも仕留められないか。あ、いいね、二人とも仲良くなって、さすが元準メンバー同じ。56。ちなみに、ベーコンさん護衛係というわけで、レベル上げ要員としてついてきてるね。さすがうちの護衛要員。やったー！経験値どれくらいくれるんだろう？ うまっ！経験値がうめえ！インポスターレベルアップどれくらい？なんか覚えた？フラワーベッド。ん？仲間全員に花々の力を当て、HP を回復する魔法。あれ？ G？ あれ？やっぱインポスターかな？必要なのは。やっぱインポスターさえいればいいんじゃないかな？いや、インポスター君、早急に G の役割奪ってきたね。で、今回、まあ、下から目線見よう。いやー、G の立場がどんどん危うくなっていく。ちょ、覚えるのこっちの方が早かったし。え、ちょっと待ってみんな。俺、シャックリンまでそうになってるわ。喋りすぎもね、あんまり良くないもんよね。おっと、癒しの雲ってやつがいかにもの回復要因ね。てか、あの顔、あれじゃね、イサーヤ・イグチの顔じゃね。イサーヤ・イグチのもう名前が言いづらい。メガコメで辛いね、踊る。あ、さすがロボットの雲は踊るんだ。あ、俺避けるんすか？痛い、避けらんなかったっすね。ごめんなさい。様子見してる、避けて、全員避けろ。ナイス、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 素晴らしい。素晴らしいから、我が母校。で、盛り上がって、可愛いペンギンちゃん。で、手伝うよ、アタック。タフネスだね、インポスターいいとこ見せたい。ダダダダダダン、いいですね。上間事変の行動、ICP バナー、久々に食った気がするね。盛り上がってますね。で、ヤニタバコじゃなかった。ヤニタバコでもなかった。そうだった。マジメタロウだ。でも、誰か助けなさい。ここは父が。さすが。エスコート対エスコートベーコン。さすがね。美味しそうだね。カリカリに焼かれてんだろうね。力貸せ。おー、ナイス回転切り。で、ゆるべマジ編の手助け。いいぞ、挟み撃ち。お前らこんな仲だったんだ。もうお前らそんな風に仲間良かったんだ。あ、手助けや。何するんだろう。発射。
いや、強っ !3 連射砲おええー、じゃねえよ。おーおーおー、もうすごいいろいろ起こりすぎて癒し込むの行動。あ、自分解決させない。お前一回もダメージ食らってねえじゃねえか。あ、でも一回あれか。馬に殴られてたのか。馬に殴られ、馬味覚刀に殴られてたんで、ね。あ、懐かしい馬味覚刀。それ最近全然やってねえな。やべえな、やっていかないとな。さて、じゃあ先進んでって、いよいよボス戦やっていきましょうか。今日始めたボス戦のことはなんかすでに機械工場になんかいるやついる。でも今回呼んなくていいんだね。ありがたいね。あー、これは上からルート行った方がいいタイプですね。じゃあ上から行きましょう。クリーンな工場。へー、工場、新しいステージだったんだね。工場にあると言ったけど。それ、いや、すごい最先端。すごい時代未来仮面ライダー銀河ファイナリー。いや違うな、なんかちょっと間違えた。ウォーズだった、仮面ライダーウォーズだった。見たらの誘い、古びたロボット、古びたロボット B がいる。眉毛なんだね、古びたロボット。いや、ペンギンちゃんすっげえこっち削ってんじゃん。卑猥だね。たまにやめといてほしいね、センシティブになるからね。48ダメージ、メタルの誘い、なかなか強い。おい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 、大丈夫か、インポスター。あー、惚れちゃってるよ。もうお前毒持ってんの知ってるかな、俺。インポスターの行動回復か。いいですね、古びたロボットの行動。いや、これノリノリ兵器使った方が良さそうだな。普通に強えぞこいつら。ノリノリで行こうや。そうだな、ここで2人ともノリノリしといてもらって、俺もノリノリしとくか。これでいいと思うわ。序盤の戦闘とは思えねえぐらい豪華に使っていこうぜ。豪華絢爛ハサミ撃ち、マジかよ。うわ、興奮したやつのハサミ撃ちとか、ペンギンちゃんがかわいそう。で、古びたロボットの行動で、あ、古びたロボット替えを倒していい汗かいた人がいて、75ダメージで、メタルの誘いなかなか強いだろう。強い、お前。なるほど、味方がピンチになるとベーコンさん守ってくれるのか。いいね。で、100歩へ我を忘れた。あ、て、わー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 、うわー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 、ひどいもの見た。パソリに対しての容赦がなさすぎるよ。ウルヴァマジンやレベル、あ、なんか覚えるかな、技。あ、覚えねえか。インポスターレベルアップ覚えるかな、なんか技。うん、覚えねえね。さすがに覚えねえ。じゃあこれミネウチ君で1170経験値上げて、なんか覚えるか。覚えなー。はい、情報サソリの黒焼き。うむ、縄文だぞとか言ってくるもん。かまじい言ってくるもんね。リンさんにあげるもんね。黒トカゲのなんかやつみたいなの。あれうまいのかな。なんか子供の頃あれ食ってみてと思ったけど、絶対下手者だよね、人間からしたら。で、リザードマンがいるけど、まあこいつらカットでいいでしょう。ん？インポスター新しい技、フラワーベッド、オール回復技か。あ、私も手伝えよ。おい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 、これ先乱れろー。おー、あ、でも回復量はやっぱちょっと少ないゲーなのかな。だったらしたらこれ G の方が回復量が多いということでよろしいんだな。ついに G にも活躍の場はあるということでよろしいんだな。これで G 回復量同じくらいだとどうしよう。俺もう G の救いようがねえわ、そしたら。G、うん、何かついてる？うん。オブにおでこになんか目みたいについてるね。いや、服に虫が、いや、最悪じゃねえか。最悪じゃねえか。早く行ってやれ。何これ何これ。珍百景違う、腕の角度すごいことになってた。峰内子折れてたんじゃないか今。褒めて褒めて、いや褒められんな。わあ、この建物ツルツルのピッカピカの近未来すごい。いやごめんなさい、仮面ライダーオーズたびたび出てきますね。ふふふ、そうだな、そそるぜこいつは。いやこいつ石神旋空か、もしかしてこいつ馬のふりして実は石神旋空。ここはロボットを作る工場なのだ。ああ、ロボットは超精密な機械。うん。清潔な場所でしか作れんのだよ。ちゃんと手洗いうがいしてんだろうね。こんなところじゃ、あの菌も生活できないだろうね。へぇ。ちょっと興味なさそうな返答をやめろ。興味なさそうな返答をやめてあげろ。ちょっとの誇りも許されんぞ。お前の頭はもう誇りの塊みたいな頭してんじゃん。後から見ればもう透明感みたいな、ちょっとカリフラワーだもんね。服洗っとけば、お前服着てねえだろうが。お前、ほぼ、8割方服だ、服じゃねえだろうが。筋肉だぞ、8割方。何の話だよ、もう、スケベ。お？峰内子が新しい技、ダブルスラッシュを覚えた。切り裂く風を2回敵につける攻撃魔法、いいね。で、ボーナス経験値もらうじゃん。これさらにインポスターもレベル上がるんですよ。さあ、上げていきましょう。レベル10の、早くない？レベル上がる速度。もう、ヤニタバコが一番レベル低くなっちゃった。俺、ヤニタバコのレベル上げにしなきゃ、次から。メンツ会とか言って俺書いたのに、なんか特上来る焼きみたいなのをしたらね、縄文だぞってまたかまじい出てくるね。いや、かまじいネタ俺好きだよね。みんな千と千尋で一番誰がキャラクター好き？俺やっぱかまじいだね。かまじい好きって言った素材ネタで俺かまじい好きだよ。またハプニングってる。何ハプニングって、サプライズハプニング。またお前かい。まあいいや、ちょうどメンツ会いたかったからね。ありがとう今まで。お、ついに出たね。ボス面みたいな場所。いいね。じゃあボス面いただきます。ちなみに、ミネチ君の代わりにディオ連れてきました。ちょっとレベル足んなかったんで、ディオで行きました。行きましょう。戦いもスポーツだね。いや、何の話？戦いスポーツじゃねえぞ、全然。え、うん。素晴らしい工場だな、ここは。そそるぜ。いや、ほんとやめろ、ほんと。宝石、宝石っと。あ、いや、これ顔割れるんじゃねえの？あー、馬ゴン。なんだ、なんだ、なんだってんだ？馬！いや、なんか感想言ってるみたい、うまみたいな感じになってるかと思ったら、なんか感情がこもってなかったね。うわ、ロボ馬、
ロボウマ、ロボウマって、あ、お前が改造、おお、なるほど。古びたロボットってこいつからの進、こいつに進化するんだったね。ポケモンだね、ポケモン。通信交換でしか進化できないタイプだね、こいつ。じゃあもうノリノリフリーが帰っていくか。そうだね、じゃあノリノリをもうお前ら全員にかけといてもらって、これでいこっか。もう全員でいこっか。フルパワーでいこう。さあ、覚悟はいいか、俺はできてる。インポスター我忘れてる。はい、攻撃59ダメージ。ディオの行動我忘れてる。はい、54。ベーコンマセンジェの行動、いいとこ見せたい。204、204。ロボウマの行動。ん？録音された？なんだ？え？なになになに？亀の力目覚め。なに？守りの振りかけの力が目覚めた。振りかけた身が一回だけダメージ受けない。あー、ただこれディオにかけといた方がいいな。あ、あ、あ、狙われておるな。狙われておるなってなんだよ。そんな神のお告げ聞いたことねえよ。背負っておいた大ダメージの攻撃を受けてしまうぞ。まあ、ベコさんは平気でしょ。だが安心しろ。守りの振りかけにダメージを打ち消せるのだ。狙われたら守りの振りかけ覚えておきなさい。あ、あ、あ、オッケー。じゃあ守りの、あ、5個使えるじゃん。なんだよ。あ、そういうことね。5回振りかけられるってわけ。じゃあこれでいいでしょ。いいね。なるほど。6個されたらこういうこともできるんだ。強いね、それは。で、我忘れてる。いいとこ、ミスターアタック。82ダメージ。ロボウマの行動。どういう技なんだ。わお。ついに、あ、ロボマチ。なるほどね。充電タイプね。なんかこういうのなんか、キラーマシンとかでいなかったっけ。あ、やべえ、ハサミ打ち。やべえことになりそう。わー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 だよ、ほんと。クロちゃん出てきちゃうよ、興奮が冷めた。あらら。いや、ちょうどあららの言い方がちょうどなんか、青生地みたいになっちゃった。あらら。あ、ウルブラマシン叩き。ナイス興奮状態、ハサミ打ち。345? 興奮型、あそこガード弱くなってるからか。え、これで、あー、ロボウマ、なるほど、充電してる最中でも攻撃する。いやー、なんだこの絵面。いや、すごいミサイル打ちつけてる、こすりつけてる、痛そう。で、これ、ベーコンさんにしといてもらって、そうだね、ちょっと回復しとこっか。意外と攻撃が高いわ、さすがロボウマ。さすがロボットだね。ロボットってかっこいいよね、みんな、ロマンあるよね。ロボットの、あー、なるほど、2回行動ね。あー、俺興奮されちゃったよね、それ。やめろ、お前にこう、あー、あー、ベーコンさんに、あー、あー、あー。さすが被害こむってるな、で、ディオの行動。いたずら放棄。いいね、44ダメージ。ちょっと今、ベーコンさん攻撃してくれてるけど、俺の手助けないぞ。これ、とどめかなあ、終わっちゃったわ。普通に俺たちの攻撃行かれた。やったねー。おう。どういうのが気分だよ。やったぞ。え、あ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 、黒幕だったのでは。あ、1100人ぴったし。またこれ最後、じゃあ最後にあれ、G の話聞こっか。神の、神の G の話、話聞こっか。はい、結構頑張ったね。1800。これ結局あれだ、超摩天楼開きに行くとこまでやろうとしてたんじゃん。さっきそれで終わろうかじゃなかったわ。ごめん、勘違いしてた。はい、ここで馬に顔が戻ります。ポンと。もうほぼ見えない目が。助かったのか？乗っかった、助かってるでしょ、明らかにね。ロボット学者が似合うロボットになるとは、なかなか興味深い体験だった。それはそうと。お、あった？この辺に、これかな？あ、そうそう、それ、坊ちゃんの鼻水みたいな形してるやつね。あ、それだ！花の宝石、やっぱ坊ちゃんの鼻水なんだね。ボボボボボボボ、しんちゃんって来そうだもんね。持っていきなさい。ありがとーす。いやー、もう、お前、筋肉マッチョでその動きほんとやめて、馬のお願いを叶えた。よし、これで、ついに、宝石4つ集まったー。やったぜー。これで超摩天楼に入れるのか。ん？どうした？ドキドキしてきた。ドキがムネムネってしんちゃんも言ってたもんね。いや、ごめんなさい。そういう小ネタはもう言ってね。しっかり準備して。いや、やめろ、急に。そのマッチョポーズやめろ。ちょっとパンツ見せんな、こっち。気持ち悪いな。行こう。超摩天楼へ。京都行こう的な感じの気分に行かれてるね、これ。お、超摩天楼の宝石が集まったよ。神キャンセル。神キャンセルされたね。目と鼻と口の宝石の先だね。これで。福笑い。バカかな？福笑いしよう。大事な宝石で遊んじゃダメ。おかしいわ。いや、そういう問題じゃないのよ。遊びの種類じゃないのよ。お前らがボケでどうすんの？割れたらどうすんの？ほんとだよ。じゃあ、お手玉とか、いや、遊びから離れて。頼むから。やめて、ほんとにもう。冗談だよ。うるべマシン部屋は手次。面白いな。それじゃあ、始めようか。いや、実はお前ラスボスだったんじゃねえだろうな。実は私が超魔王だとか言って、急に顔の色変えるんじゃねえだろうな。何、乾杯ですか？超魔天楼突入前夜祭。いやー、すごいね。乾杯、ルネッサーズ。お、神来ましたね。はい、神の力の目覚めね。はいはいはい、分かっとる分かっとる。 HP 振り切り増量ね。最後の最後はこれだなんて、わびしいな。で、最後かどうかすら分かんねえ。結構長そうだもんな、超魔天楼。
おおお、超魔天皇行く道のり頑張れよ。これからもどんどん怪物たちやっつけて応援しているぞ。お前もお前倒してねえだろ。自分が倒してる的な感じのこと言ってるけどよ、お前は何もしてねえだろ。1150人か。てかクリアするのに1150人も助けてんのか。マジで英雄だな。さて、なんかドラゴンくんのエフェクト入ったね。まあ、なんだこの絵面。超魔天皇の宝石が集まったよ。紫率高くね、うちのチーム、マジで。え、なになに？これで超魔天皇に入れるんだ。そして、超魔王。超魔王、魔装をやっつける。迫力がねえんだよな、超魔王が。いや、魔装ってさ、なに、知り合いなの？ウルベンマジヘルの友達なんだよね。友達なのか。あ、そうなんだ。友達だったんだ。君は友達と戦えるの？いいえかなー。いや、友達、いや、戦えるか、まあそうだし。そっか。超魔王は本当の魔装じゃない。わたくうしは、やるよ。急にかっこいいな。覚悟を決めてるんだね。あまり首振んないでね。落ちるから。うん。じゃ降りるよ。やべきさん、降りれよって言ったのかと思った。頑張って、ウルベア魔人兵。そうだった、俺の名前、ウルベア魔人兵だったな。いろんな名前があるからね、ウルテンだの、ウルベア魔人兵だの、ゴンザレス、ウルタのね、いろいろあるからね、ほんとに。さて、じゃあ、門を開けるか、いよいよ。まあ、ここで今回、これを開けて終わりにしよう。宝石を確認、OK! ついに、この時が。はい、まず、穴に宝石をはめると、ポン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 、ブッサイクの顔、超魔天の扉が開く。やったー、ついに開いたか。うん、ちょっともうちょっと開けてくんないかな。ちょっと中途半端に開きすぎじゃない。ちょうどこのまま花沢直進した場合、頭ゴンってぶつかるんだけど、ちょっと扉もうちょっと開こうぜ。錆びてんのかね。さあ行こう、紫率高いチーム。こんな紫率高いチーム見たことがね。よし、じゃあ今回の動画はここまでしましょう。じゃあ皆さん、次回の動画、いよいよ最終回かもしれない。次回会おう。バイ。